13奥さんのこの態度が自然私の気分に影響してきましたしばらくするうちに私の目は元ほどきょろつかなくなりました自分の心が自分の座っているところにちゃんと落ち着いているような気にもなれました要するに奥さんはじめうちの者のが悲願んだ私の目や 疑い深い深私の様子にに天かから取り合わななったたのののが、私私大きな幸福を与えたのでしょう。私の神経は相手から照り返してくる反射のないためにだんだん静まりました奥さんは心得のある人でしたからわざと私をそんな風に取り扱ってくれたものとも思われますしまた自分で公言するごとく 実際私を応用だと観察していたのかもしれません私のこせつき方は頭の中の現象でそれほど外へ出なかったようにも考えられますからあるいは奥さんの方でごまかされていたのかも分かりません私の心が静まるとともに私はだんだん家族のものと接近してきました奥さんともお嬢さんとも冗談を言うようになりました 茶を入れたからといって向こうの部屋へ呼ばれる日もありました。また、私の方で歌詞を買ってきて、二人をこっちへ招いたりする番もありました。私は急に交際の区域が増えたように感じました。それがために大切な勉強の時間を潰されることも何度となくありました。不思議にも、その妨害が私には一向邪魔にならなかったのです。 奥さんは元より暇人でした。お嬢さんは学校へ行く上に花だのことだのを習っているんだから定めて忙しかろうと思うとそれがまた案外なものでいくらでも時間に余裕を持っているように見えましたそれで三人は顔さえ見ると一緒に集まって世間話をしながら遊んだのです私を呼びに来るのは大抵お嬢さんでした お嬢さんは縁側を直角に曲がって、私の部屋の前に立つこともありますし、茶の間を抜けて、次の部屋の襖の影から姿を見せることもありました。お嬢さんはそこへ来て、ちょっと止まります。それからきっと私の名を呼んで、ご勉強と聞きます。私は大抵難しい書物を机の前に開けて、それを見つめていましたから、 旗でで見見たたらさぞ勉強ののように見えたのでしょうしかし実際を言うと、それほど熱心に書物を研究してはいなかったのです。ページの上に目はつけていながら、お嬢さんの呼びに来るのを待っているくらいなものでした。待っていて来ないと、仕方がないから私の方で立ち上がるのです。そうして向こうの部屋の前へ行って、こっちから、ご勉強ですかと聞くのです。 お嬢さんのの部屋は茶の間と続いたた。畳でした奥さんはその茶の間にいることもあるしまたお嬢さんの部屋にいることもありましたつまりこの2つの部屋は仕切りがあってもないと同じことで親子2人が行ったり来たりしてどっちつかずに占領していたのです私が外から声をかけると「お入んなさい」と答えるのはきっと奥さんでした お嬢さんはそここににいても、めったたた。返事をししとがありませんんでした時たまお嬢さん一人で用があって私の部屋へ入ったついでにそこに座って話し込むような場合もそのうちに出てきましたそういう時には私の心が妙に不安に侵されてくるのですそうして若い女とただ差し向かいで座っているのが不安なのだとばかりは思えませんでした 私はなんだかそわそわわしだすのです。ので自分で自分を裏切るような不自然な態度が私を苦しめるのです。しかし相手の方はかえって平気でした。これがことをさらうのに声さえろくに出せなかったあの女かしらと疑われるくらい恥ずかしがらないのです。あまり長くなるので茶の間から母に呼ばれても「はい」と返事をするだけで。 容易に腰を上げないことさえありました。それでいてお嬢さんは決して子供ではなかったのです。私の目にはよくそれが分かっていました。よくわかるように振る舞ってみせる痕跡さえ明らかでした。